おはようございます。ございます。はじめさんの秘密を知ってから3日、つうか手こきまでしちゃったわけだが、それなのにはじめさんは超普通。しかし信じがたいことに、今もあの服の下にあれを、ランジェリーをつけているんだよな。正直たまんねえ。なんだろこれ、ギャップ萌えってやつ。いよいよやばいじゃん俺。はあ、はじめさん。なんだよ。今日もつけてきてるんですね。ブラジャーちょっと形が透けちゃってますけど、シャツの下に直で大胆んだな。お前がジロジロ見すぎなんだよ。あんな抜けてて大丈夫かよ。つか今まで気づかなかった俺も俺だけど、そんだけ今まであの人を見てなかったってことだよな。はじめさん、すいません。一番テーブルに同じのもう一つ。おう。はじめさん、あのお客さんからいつも買ってるんすよね。はあ？何が？一番テーブル。はーい。今日はどんなん買ったんすか？なんでお前にんなこと言わなきゃなんねえんだよ。いいじゃん、別に教えてくださいよ。絶対言わねえ。今さら隠す必要ねえのに、何なんだよ。なあ、はじめさん、この発注って。そういうのはオーナーに聞いてくれ。はじめさん、これってまだ裏にあるか見てくるわ。はじ、あっと、今忙しいから後でな。つーか、これってなんか避けられてねえか。はあ、今さらわけわかんねえ。はじめさん、お疲れ。怒ってる？なんか若干怒ってたっぽいよな。でもなんで？思い当たる節が多くてわかんねえ。まあでも多分可能性としては調子こいてやりすぎたからかな。手こきまでされたらそら怒るわ。でもな、グッときちゃったんだもんな。つうかその後割と普通だったじゃん。どうすりゃはじめさんに許してもらえるんだろう。はい。なあおじさん、あのさ、ちょっと聞きてんだけど。ありがとね。人生初のメンズランジェリーショップ。緊張した。誰かにプレゼント買うとか初めてかも。はじめさん、これ。何これ？はじめさんが気に入るかわかんないっすけど、とりあえず見てみてください。うん、どうすかその下着。実は。何バカにすんのも大概にしろ。人の趣味からかって楽しいか。俺は今最悪な気分だよ。ちょっと待てよ、俺別に。とにかくもうほっといてくれよ。
あ、そう。ならもういいわ。まああのやつ信じらんない。急に休むんだから。最近真面目になったと思ってたのにがっかりだわ。ハロー、元気にビンビンしてる？ラーさん、はじめちゃん、ワインちょうだい。はい。ねえねえ、ところでどうだった？何がですか？何って下着よ。まだ見てないの？下着なら先日受け取ったものは見ました。ホームページの写真と同じで可愛くって。やだ、それじゃないわよ。ここで働いてるもう一人の坊やからもらったでしょ。どういうことですか？あら、まだ渡してないのかしら。フライングしちゃったわね。いや、あの、確かにあいつからは渡されましたが。ああ、よかったわ。あの下着ね、その子がうちの店に来て買ってったの。ここのマスターから店を聞いたみたいでね。それで聞いてよ、あの子ったら可愛いのよ。はじめくんにプレゼントしたいけど、普段の好みやサイズはどれなのかって聞いてきてね。すっごく真剣に選んでたわよ。あいつが。用事でも呼び出して飲むかな。お前今日暇、うち来いよ。なんかパーッと飲みたいっと。返事早いな。無理、俺今ホテルなのよ。後で行けたら行くわ。はあ、ふざけんなボケカセ。なあ、くそ、うまくいかねえな。あれもこれも俺一人で絡まってるみて。もっとこの人のこと知りてえなとか、嫌われたくねえなと思ったのって俺にとっちゃ初めてだったんだけど。まあ、結果的に嫌われちゃってんだけど。自業自得だな。でも、馬鹿にしたつもりはねえのに。お前のほうが相当ショック受けてるわ。キモ。拒否られて落ち込むとか。何？片思いかっつうの。片思い？俺が、はじめさんを？嘘だろ、はい。そんな、俺が嫌ってたホモそのものじゃん。でも、そういうの関係なく、俺は多分、好きなのかも。あいつ結局来るんじゃねえか。お前もうちょっと。ね、はじめさん？え？オーナーに家を教えてもらった。急に悪い、お前と話がしたくて。はあ、取りもどうぞ。うん。で、だな。昨日は悪かった。お前がせっかくくれたのに、投げつけちまって。いや、それは別に。それに、お前が冷やかしのつもりじゃないってことも分かった。なのに俺、その、こないださ、手でしてきただろう。その後お前下着のこといじってくるから、あれでお前がふざけてるんだと思って。だから俺、
お前のことしかとしてたんだわ。いやいや待ってください、俺はふざけてたわけじゃねえから。下着はその今日はどんなんつけてんのか気になってついいじっちゃったけど、なんつうかマジで自分でもよくわかんねえけど止まんなくなって、女みたいな下着つけてるはじめさんがすっげえエロくてぶっちゃけ勃起した。マジかよ。俺もな、ぶっちゃけるとお前が選んでくれた下着つけてきたんだけど、やっぱすっげえ嬉しい。俺センスめっちゃいいじゃん。すげえ似合ってる。ねえ、これ俺が脱がしたい。いい？脱がせてどうすんだ。そりゃあはじめさんの恥ずかしがり屋な乳首いじったり、ケツの穴に指入れてかき回したり、俺のを突っ込んでぐっちゃぐちゃに。ちょっと待て、分かった、もういい。なんだよ恥ずかしがり屋って。途中で後悔すんなよ。するわけないでしょ。なあ、いつまで吸ってんだよ。だってなかなか出てこねえんだもん。はじめさんの恥ずかしがり屋な乳首吸い出せばいいのかな。いいのかって。出てきた。吸いすぎて痛えよ。ああ赤くなってるもん、女見て。ね、乳首吸ってる間さ、後ろずっとヒクヒクしてたっすよ。ここな、あ、指入れんな。ケツ使うのって初めて。当たり前だ。本当かよ、これで。すっげーな、ちゃんと立ってし。あ、いや、前舐め、てか、それじゃあゲイってわけじゃないんすか。わかんねえ、ノーマルだと思ってたけど。あ、こういうの着ると楽しいし満たされる。あ、じゃあはじめさんの中は俺が奥まで満たしてあげる。なあ、入った。ブー、何これ。超気持ちいい。なあ、待って、きつい、まさき、すみません、文句なら後で聞くんで、頼む、もっと
優しく。できるわけねえだろ。ちょっと一回出すで、こんなケツ壊れ、お前ゴムしてなかった。無理、正直ぶっ飛んでしまった俺は、逃げるはじめさんを無意識に押さえつけて、何度も何度もバカみたいに腰を振りまくった。はじめさん、ねえねえ、腹いっぱいになった？おいこら、ケツと股関節痛えし、お前がちゃんと脱がさなかったから下着汚れちまったじゃねえか。すんません。でも汚したの俺だけじゃねえよ。いって、そういうとこだぞ、まさき。どうも、元気ビンビン。いらっしゃいませ、ランさん。あ、どうもっす。坊や、こないだはうちに来てくれてありがとね。こっちこそどうもした。あれのおかげですっげえ盛り上がったっす。あらあら、あんたたちってそういうことっすね。また今度買いに来ます。いつでもいらっしゃい。とびきりのランジェリー取り揃えてるから、お店で待ってるわ。だって楽しみっすね。お前がだろ。股の部分が空いてるエロいやつだのも